はい、先輩来ましたね、はい、旗の台なかなかいい街ですね、ちょっとこうなんか下町のね懐かしさもあって落ち着くというか、なかなかあの静かだけどいい街だなと思って、木のぬくもりが駅なんかもね、そんな街でですね、来てましたですよ、いいお店をきっと気に入っていただけると思います。あ、そう、うん、ほっこりする、あ、そう、うん、春の居酒屋田んぼってことでね、若葉、桜みたいな、うん、そういうのイメージして、あの桜肉の美味しいお店なんですよ、まあ、そしてやっぱ芋焼酎だね、ね、はい、それはよかと、よかとですよちょっと期待してください あ, ありがとうございます。じゃあ参りましょうか、はい、はい、商店街がおさするみたいな、街自体は古いもんね、ね、昭和の匂いがしますよね、今日のお店もね昭和の匂いがする、小さいけどね、あのほっこり、憩えるお店ですよ、これがほら、あれ大井町線でしょ、そう、この大井町線のガードをくぐって割とすぐ、すぐのお店です。はい、私の看板ありますでしょ、ここなんです、あ、もう営業中になってる、うん、熊本馬刺し、ね、いろいろ食べたくなるようなものがありますでしょう、ということで先輩、楽園というお店です、じゃあ行きましょうか、先輩、ね、楽園さんに、はい、こんにちは、失礼します、お邪魔します、お願いします、奥にズズズイッと、はい、お世話になります、先週はありがとうございました、楽しみに参りました、初めましてからまだ1週間しかないんですけど2回目、そう、2回目なんですよ、なんたって馬刺しは、俺はね、豚神が好きなんです、あ、そうなの、豚神ありますか、豚神、はい、豚神が美味しいんだ、豚神美味しい、なかなか、普通の豚神ないです、ないです、ないですよ、まあちょっとこだわりは追ってね、あのお聞きしますので、はい、いきなり行っちゃいますか、じゃあ馬刺し、上馬刺しと、はい、はい、季節移り、すごい少ないよ、焼酎に、はい、このね、瓶だけでもね、メルカリで売ってるぐらいで、モリードはね、向こう九州行っても結構置いてあるとかあんまりないんだ、鹿児島行っても、お店にモリードありますって書いてある、うん、まあ、オープンの時からお付き合いのある熊本の酒屋さんが、あ、全部、あ、ご主人は熊本のご出身でいらっしゃるんですか。そうですね、私熊本、はい、そうですか、熊本料理、九州料理、熊本を中心にしたら、まあ、九州料理、九州料理も全般、なるべくは熊本のやつ、美味しい、今年は美味しいですね、美味しいよね、味付けもしっかりしてる、そう、もうこれで、あとが楽しみだなと思ったんですよ、来た時、来ました、来ました、うわ、うわ、来た来た、これね、いやいやいや、上馬刺しと縦上、上馬刺しと縦上刺し、来ましたね、うん、はい、醤油で、はい、そう、馬刺し醤油で、はい、はい、縦上から、縦上からいきますね、マジ油じゃないんですよ、油じゃないな、うん、いやー、馬刺し最高、いや美味しい、すみません、この馬刺しにぜひイサミを、あ、イサミ、はい、ありがとうございます、飲み方はどうですか、ロックで、ロック、はい、ありがとうございます、お手紙に出していただきます、不思議な食感ですね、この見た目と違って、っていうかもうなんかすっごい上品な油っていうか深いね、油が、うん、もう質が深い、そうそうそうね、良質の油なのかな、どういう味なんだ、先輩これぜひこれも言ってくださいよ、一口、いいの、一口言ってくださいよ、上馬刺し、うん、うん、もう馬刺し自体が甘いもんね、ね、ま、上質な、なんか肉質がもう口の中でとろけるね、そう、いや美味しい、とても綺麗ですね、綺麗、はい、全部綺麗の
全部ヒレなんですか。やっぱりあの柔らかさが全然違いますよね。うん、あそうですね。ヒレはすぐ噛み切れて最高。あといえばね、さつま揚げ美味しそう。たまたまやっぱさつま揚げと焼酎が合うんだ。うん、やっぱ強いですな先輩は。うん、うん、よかったね。イサミを飲みながらさつま揚げ。うん、からしれんこん。あ、からしれんこん。ありがとうございます。いいな。からしれんこん。今度来たら絶対食べようと思います。はい。はい。ありがとうございます。足入れも見ましたですよ。特にこの食べれねえなんか。そうだね。中にからしれんもん。いいですよね。お酒としか合わないですよね。からしれん。揚げたって。揚げたって。この鼻に抜けるこの。いいねこれ。おいしい。揚げたっておいしい。うん。よかったよかった。からしれんもん。厚みがいいですね、ちょうど。あ、そうですね。うん、厚みが熊本の料理なんですね。うまい、うまいなぁ。ちょっと音の高さもいいな。うわ、すごくまた熱ね。うん、熊本県産の天然の芝居の素揚げです。はい、これ熊本の天草の天然塩。天草の天然塩、はい、だそうですよ。このままカリッと全然、あの、いけます。いや、美味しい美味しい美味しい。うん、香ばしい香ばしい。うん、うん、いや、美味しい場合美味しい場合。この、アメツモシ君に焼酎。あ、そう、こちらの。これも芋なんです。芋です。あ、そう、それを、じゃあ最後に。はい、限定品カメツボ仕込み。え、こちらで仕込んでらっしゃるんですか。ここに焼酎、あの、まあ、鹿児島でよく飲まれる前割りっていう、はい、飲み方なんですけど、あ、焼酎入れて、ちょっと水入れて、はい、20度に合わせてます。で、なんかちょっとまろやかになってます。6度です。はい、すいません。お、来た、来た。ありがとうございます。カメツボ仕込み。カメツボ仕込み、来ました。あ、若干味が濃いですね。おお、いや、最初からこれで良かったな。ドラムに話した人、ずっとそれが。おかわりずっと。だって、最高だね。悪いですよ、食いたくないよ。いいよ、置いてよ、置いてよ、畑から。いやいや、俺もこれだな、締めはやっぱり。アサリ塩もつ鍋。もつは一番いいの、この中でも。黒毛和牛の脂の。和牛のもつ、和牛の焼酎。アサリの塩もつ鍋で。アサリの塩もつ鍋。これで1人前。あ、1人前です。うわ、あんまり聞かないですよね、アサリの塩もつ鍋ってね。そうです、多分ないですね、今やってると。もつは入ってるんですか。もつ中に入ってます。当たり前でしょ、もつ鍋なんですから。中に入ってます。もう酔っ払ったのが、もうアサリのもつが。アサリのもつ入れてと。夏場でもあるんですか、こちらの。もつ鍋は年中。年中。いや、湯気立ってきた。湯気だってきて美味しそう。そう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 、もつのもつ。いやー、きた。でかい。もつでかい。ほら、こんなだよ、この。おー、うん、おー、うん、もつがでかい。うん、和牛のもつだから。もつなのか、アサリなのか。うん、味が複雑。複雑。うん、うまい。ほんと美味しい。もうダメだ、俺も我慢できない。うまい。和牛なんか、なんかもつがしつこくないですね。あれじゃないけど、あっさりしてて、いくらでも食べられるね。あの、しつこくない感じ。これも、和田さん、追いあさりが入って。うわー、卵とじのあさり雑炊。いや、うまいね、やっぱり閉じ方が、先輩は。うわ、おいしそう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 、うまい。優しい味でしょ。うん、うまい。ほんと優しい味。味あり。迷
晩これでいい。毎晩酒飲みの締めとしては最高だよね。最高、最高の締め。何から何まで最高。最高だもんね。お料理もね、みんなみんな美味しくて、お酒もすごいし、これだけ見ても知ってる人はもうみんなびっくりする。九州行かなくても見てくれる。ここへ来れば、まあ、楽しくお酒飲んでいただいて、うん、まあ、食事していただいて、いい縁が持てればな、はい、楽しいご縁がつながればという、はいはい、我らの憩いの場にしたいよね。